こんにちは、幸せアロですえ。今日の本題はですね、こちら、トランポさんですね。 はい。晴れて大統領にね、また再選したということです、すごいですよね。2回目ですね、今回。世界的にはこのね、受け入れ化する方向があるっていうふうにね、言われてますね。トランプさんといえばもうアメリカ第一主義じゃないですか。アメリカファーストの方ですよね。えー、みたいなところがやっぱ支持されたのかなと思います。まあ、政治的な意見は人それぞれ分かれるところかと思いますけれども、やっぱりね、これトランプさんがですね、えー、就任したことによって、一気にね、多分世界情勢変わると思います。それはね、いい面、悪い面もあるんですけれども、えー、経済的にですね、経済事情的にですね、 えー、日本にどんな影響があるのかなってことをいろいろ考えてみたんですよね。でもね、このチャンネルって普段スニーカーの話主にやってるじゃないですか。だからね、見ていただいている方もスニーカーに、えー、どんな影響があるかっていうところをね、お話しするとかなり分かりやすいんじゃないかなと思って。ということで今回のテーマは、トランプ再選でエアフォースワンが値上がりするっていう話をね、させていただければと思います。ま、あこれはね、えー、あくまで、まあ、僕の予想の話です。なので考察として聞いていただければと思うんですが、一応ね、えー、その根拠となるような話っていうのもいくつか挙げながらね、 え、お話をしていきたいと思います。かなりね、これ、今でも高いんでね、エアフォースワン、16,170円なんですよ、今ね。日本での国内定価がね、なんですけれども、え、これがですね、さらに上がって2万円台とかね、なってきたら、もうエアフォースワン買う価格じゃないですよね。え、それによる影響なんかもですね、含めてお話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。 はい。それではここから詳しくお話をしていきたいと思います。えー、まずはですね、この Air Force One のね、価格が高くなるんじゃないかっていう話なんですけれども、何も Air Force One に限った話じゃなくて、全部のね、スニーカーの価格ももちろん上がるでしょうし、えー、他のメーカーのね、ナイキ以外のところも上がるでしょうって話なんですが、一応ね、分かりやすくこれ Air Force One というふうに例えてます。で、なんで Air Force One をね、今回例えに選んだかというとですね、最近すごくね、値上がりがね、一しく見れるのがこの Air Force One なんですよ。全体的にスニーカーの価格は上がってますけども、 エアフォースワンの価格推移、こちら見ていただければと思いますが、これ以前にね、エアフォースワンの価格が高くなりましたよということで、現在の16,170円になった時に解説した時の資料なんですけれども、年代による価格推移、大体ではあるんですけども、こういった風にですね、なってます。もうずっとね、上がり続けてるんですね。一度ね、下がったことはありましたけれども、それ以来はですね、ずっとね、上がり続けてるということですね。まあこれはいろんな理由があって上がってるんですけども、アメリカの物価高であるとか、あと円安ですね、その問題もありますし、 消費税もね、年々上がってますからね。最近は変わってないですけどね、ずっと10%ってことですけれども、一応ね、えー、こういった形でですね、ずっと上がり続けてる印象があるのがこのエアフォースワンなんですね。他メーカーも上がってますけども、エアフォースワンの価格はやっぱり分かりやすいっていうところかなと思います。なので、エアフォースワンを選んだっていうのが一点と、あともう一つがですね、エアフォースワンの名前の由来ですね。有名なんでね、知ってる方も多いかと思うんですが、このエアフォースワンという名前の由来は、アメリカ大統領の専用機のエアフォースワンという航空機にちなんでるということなんですね。 エアクッショニングシステムが搭載されたモデルというふうに言われています。名前の由来がアメリカ大統領専用航空機っていうところね。えー、これはもう本当にスニーカーの価格上昇するということを例えるのにね、ぴったりなモデルじゃないかなと思ったんで、今回はこのエアフォースワンを選んだというところですね。ま、あと付け加えるならね、エアフォースワン知らない人多分ね、あんまりいないかなと思うんで、有名なモデルというところもあってね、例えやすいかなと思いました。っていうことでね、お話し進めていきたいと思うんですけども、これ現在でもね、かなり高いと思う方多いんじゃないかなと思います。16,170円のエアフォースワンってね、はい。 なんですけれども、これがね、もっと高くなる可能性があるって話なんですね。その理由についてね、いくつか挙げていきたいと思います。まずは一つ目なんですけれども、トランプさんが再選したことによって、アメリカの物価が上がるっていうことですね。で、それはなぜかというとですね、トランプさんはもともと、その選挙でね、今回再選する前のマニフェストとして掲げてた中でですね、すべての輸入品に対して10%の課税をするっていうふうに言ってるんですよね。これは実際もう表明してるんですけども、それ以外にもですね、個別に中国の輸入関税をですね、値上げするっていうことを を表明していたりだとかこれはもちろんね、トランプさんがもともと中国好きじゃないからっていうのもあると思うんですけどね、まあまあそのアメリカファーストっていうことで、内需を高めるためにもですね、アメリカ国内の需要を高めるためにも、輸入するものに関しての関税をね、増やしていこうということで、公約として掲げているものになりますんで、可能性は高いかなと思いますね。そしてそれによってですね、日本であるとか、あとね、東南アジアのね、国々、例えばベトナム、インドネシアとか、そういったところに関してもですね、これから輸入関税、アメリカにね、輸入するときの関税 をを値上上上げげすすするるるる可能性がががあんんんじゃなななないいいかととととううことなんです、ね、こここででねねのの関税を上げることによよってアメリカの物価そして、そのスニーカーへの影響、エアフォースワンの影響はどうなるかというとですね、エアフォースワンっていうのはもともとアメリカでの低下を基準としてですね、それをその為替価格に換算してですね、日本の低下が決まるっていう感じになっているんですね。まあ、日本のみならず各国の低下になっているという感じなんですよ。ということは、アメリカの低下が上がったら、日本の低下も上がるっていうことになるわけですね。で、そのアメリカの低下が上がるロジックとしてはですね、 輸入関税を多く取るというふうにした場合、スニーカー、特にね、このエアフォースワンに関してなんですけれども、こちらがね、作られている国っていうのは大体チャイナが多いんですね。今はですね、モデルによってはベトナムであるとかインドネシアでも作られてはいますが、こちら例えばエアフォースワン、シュプリームの、ね、コラボのものですけども、これが作られているのは中国なんですね。まあ、もしかしたらロットによってはね、さっき言ってたそのベトナム、インドネシアになるかもしれませんが、基本的にはメイドインチャイナになってます。みたいにですね、中国製で作られているものっていうのが結構多いんですよね。ベトナムインドネ シアメに関関しても今後関税がが値上げされるる可能性があるわけなのでそう考えるとですねその関税が多くかかる分アメリカ国内での販売価格っていうのも上がるんじゃないかなっていう風な予想なんですねなのでアメリカでこのエアフォースワンの低下が上がった場合は日本にも影響があるでしょうということで日本でも高くなる可能性があるってことですねそしてもう一つねトランプさんが掲げてる政策の中で移民削減っていうのがあるんですね移民問題ってほんとね日本でも値、ね、下がれてるとこあったりしますけれどもアメリカとかめちゃめちゃ深刻らしくてですね 移民の人が、えー、アメリカに入ってくるとそれをアメリカが受け入れるみたいな体制が今できてしまっててそこにね問題があるっていうことでトランプさんはアメリカの移民をですね削減することこれをですね掲げてるわけなんですねしかしですねその移民の人たちがですね、えー、例えばまあ、配達を行ったりとか工場で働いたりとかあと接客したりとかみたいな感じで普通に労働力にもなってるそうなんですよでその労働力が少なくなることによってですね物がね高くなってしまうという風なことがあるんじゃないかなという風にも言われてるんですねもちろん悪い意味の人とかねそういった人と いるんで、えー、やっぱりそれを排除するってところに関してはねすごく支持が集まっているところかなと思いますし僕もねいいかなと思いますが一応まあリスクみたいなところもあってですねそしてもう一つがですねエアフォースワンの原材料これがですねコスト高くなるんじゃないかという見方もできますえー、というのがですねこのエアフォースワンって何でできているか皆さんご存知ですかね通常のこのレギュラーモデルですねえー、これはですね天然皮革と合皮両方合わせてできているっていう風に言われているんですねまあ、あんまりね天然皮革に見えないところあるんですけどえー、それは何でかというとこれね安い材質のレザーの 上にですね塗装を結構してるんですよ、厚めに。っていうのがあるんで、えー、見た目的にはね結構もう合皮っぽく見えるんですよね。なんですけども、これはね、一応天然比較使われているということで、えー、原材料表示というかね、材質の表示のところにも天然比較というふうに書いてるんですね。で、このエアフォースワンのね、元となっているこの革の材料ね、原材料の革というのはどこからね、えー、持ってきてるものかというとですね、これね、ナイキに問い合わせてもね、教えてくれない内容になります。で、問い合わせた人、実際にいるみたいなんですけども、教えてくれなかったということで、えーまあ、予測になるんですけど けれどもおそらく中国、あとブラジル、そしてアメリカ、このあたりかなと思うんですね。これ根拠はですね、まず中国。中国は牛革が,が一番世界一取れるっていう風に言われてるんですね。世界の25%を中国が持ってるそうなんですね。それぐらい牛革が,がよく取れるということなんですけれども、ブラジルもそれについで2位なんですね。中国の次がブラジルになっているということもあります。そしてアメリカね。アメリカもやっぱりね、牛いっぱい食べますんで、すごいたくさんの牛革が取れるということがあります。トップ10圏内にはアメリカも入ってるんですね。 なので、この辺りのり、ね、を使っているじゃないかなかと思うわけでで、すねで。おそらくね、えー、作ってる工場がチャイナということもあるんで、中国のね、革を使ってるんじゃないかなと思いますが、現在、このレザーっていうのがね、価格が上昇傾向にあるって言われてるんですね。まあ、もちろんですね、世界的に物価上がってるっていうこともあるんですけれども、やっぱりね、この飼料であるとかね、食べさせるじゃないですか、牛とか豚とかに。そういった時の飼料の価格っていうのもどうしても上がってくるっていうのもありますし、いろんな理由からこの天然比較の価格はね、どんどんどん,どん,どん上昇してるそうなんですよ。こ、えー、こういったところも含めて、 考えるとエアフォースワンもですね、まあ、言うてもね、そこまで上質な顔を使ってるわけじゃないですけれども、その素材の価格が上がることによって、エアフォースワンも値上げになるという可能性が高くなるということですね。そうなると、今後、エアフォースワンの価格はですね、例えば1万7000円台、8000円台、9000円台、2万円とかね、行く可能性があるという感じなんですよ。これがね、恐ろしいのが、レギュラーのエアフォースワンなんですね、これが。まあ、去年、一昨年まではですね、世界一売れたスニーカーって言われてるのがエアフォースワンなんですよね。昔はスタン・スミスがね、世界一売れたって言われてたんですけども、今はね、 エアフォースワンという風になってます。だけど多分ね、この2024年、えー、値上がりしてからですね、だいぶおそらくエアフォースワンの販売量って減ったんじゃないかなと思うんですね。まあ、僕、小売り手の人間じゃないんでね、ちょっとその、えー、体感的にはわからないですけれども、街歩いてる人の足元を見ても、昔だったらエアフォースワン履いてる人めちゃめちゃ多かったんですよね。今でもまあ比較的多い方ではあると思うんですけども、それでもね、一時期の1万1000円とかで売られてた時のエアフォースワンに比べると、だいぶね、えー、履いてる人も減ってきたかなと思います。その代わりね、サンバが増えたりとか、 あとね、ダンク履いてる人が結構多りとか、みたいなのもありましたけどね。え、それも最近はちょっと変わってきてるかもしれませんが、とにかくエアフォースワンの真っ白、真っ黒履いてる人っていうのは、こだわりがあって履いてる人。ね、え、価格的にね、ちょっと高くなってもこれを履きたいという風な気持ちで履いてる人が多いのかなという風に思うんですね。要するに定番のスニーカーとして、安いから買っとこではなくなってるという感じなんですよね。それがまたね、今後上がっていく可能性があるというのは、え、今回のこのトランプさん再生によってあり得るんじゃないかなという風に考察したというところでした。それでこれ最初の方にも言ってたんですけども、 あえて、ね、今回エアフォースワンという分かりやすいモデル名を挙げて紹介しましたがえ言ってたみたいにですねこれ何もイキに限った話じゃないですねほとんどのスニーカーメーカーがですね中国インドネシアベトナムこの3つの国でスニーカーを作ってるんですよえそこからですねアメリカが輸入してアメリカの低価が高くなりますとなった場合はその影響は必ず世界中にね伝播するわけなんですよねそうなってくるともちろん日本での価格も上がるでしょうということですしそれとこれは日本にだけね特に影響が強いところですけれども、えー、トランプさん再選した ことにによってて、ね、円安傾向が強くなるるいう風も言われてるんですねトランプさんは先ほど話したみたいにえ関税のね強化をすると値上げするっていう風なことを言ってるんですけれどもそれプラス、えー、減税もね自国、えー、内でするということを言ってるんですねそれによってアメリカの物価が高くなるとインフレが起きるということになったらですねアメリカの金利が上がっていくことによってですねアメリカのドルの価格が上がると要するにドル高状態になるとこれによってですねドル高円安っていう風な図式が出来上がるそうですまあ今でもね結構そんな傾向はあるんですけれども えー、それがさらに加速するという風な見立てがされているということですねもちろんこれに関してはですね異論唱える人も全然いますんで一般的に言われてるってだけの話になるんですけどねなんですけどもそういったいろんなですね側面から考えるとエアフォースワの価格が高くなっていく可能性は十分に考えれるかなというところなんですねでこの影響がですね日本の国内のスニーカーシーンにどういう風な影響をもたらすかというところなんですが僕はねおそらく今まで出てるその在庫品ですね新品在庫で置いてあるデッドストックみたいなものを でああるとかあとかね中古品こういったところがね、すごく注目されるようになるんじゃないかなと思うんですね。今まではあんまりね、そういった中古市場であるとか、あとね、新品デッドストック、ちょっと前に発売されて、まだ在庫残ってるようなスニーカーですね。こういったものに興味を示さない人も多かったと思うんですよ。常に最新作を求めてるスニーカーヘッズとかね、そういった人たちもですね、やっぱり高いスニーカーはね、なかなかもう月に何足も買えなくなってきてるじゃないですか。そうなってきたらこういうところにね、目を向けざるを得なくなってくるのかなと思うんで。 高いようなものに関してはすでに発売済みの製品で低価割れしているちょっと前に出たやつとかねそういったものを新品でスニーダンとかで買ったりとかねあと中古市場でね探したりとかして程度のいいものを、えー、見つけてきたりとかっていうことをですねしたりっていう路線になってくるっていう可能性もあるなと思いますね、えー、そしてもう一つがですね、えー、別のメーカーですね例えばアシックスとかプーマとかですね、えー、こういったところのインラインモデルとかあと結構ね人気のあるモデルに関してもですね物によっては結構安くで買えるんですよね、えー、ナイキとかの価格よりも結構 安く買えます。見た目がかっこいいモデルでも1万円台で普通にね。取り揃えてたりするんですよね。え,えていうところがあったりしますんで、この辺りね。狙い目になってくるんじゃないかなと思いますね。まあ,あとね、あのナイキ自体もですね。100ドル以下のスニーカーね、えー、っていうのを強化したいということをね。最近言ってたってこともあるんで、エアフォースワンよりももっと安いモデルっていうのを増やしてくるっていうことも考えられます。そういった別の選択肢ですね。今までの、えー、そのエアフォースワンであるとかですね。ジョーダンとかみたいな定価が高くなっている。スニーカーの需要っていうのがどん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 まだ減っていてですね。 に変わる新しい価格帯のものというのが流行ってくる可能性はあるかなと思いますねナイキは先月の14日に社長が変わったんですよね CEO が新しいエリオット・ヒルさんという方に変わったんですけどもこの方に変わってからですねまた別の方向をね取ってくると思いますんで今みたいな感じのですねエアフォースワンとかのクラシックスニーカーの路線をね保ったまままた別のねスニーカーとか出してくるんじゃないかなと新作でそういうふうに思ってますがもしねエアフォースワンがこのままね存続するにしてもですね価格が高くなってもしね2万円とかの金額になって なってしまった場合それを買うのはどういうそうういいそななのかなというふうに考えるところがありますまま価格だけが高くなったエアフォースワンを買うそうっていうのはどのような層なのかなと考えるとやっぱりね従来からのナイキファンであるとかエアフォースワン一筋の方とかも多分いらっしゃると思いますそういったちょっと熱い方にねなってくるのかなと思うんですねかつては学生の人も定番として入ってたこのエアフォースワンなんですけれどもこれからねスタンダードなベーシックなスニーカーとして選ばれる機会をもしかしたら減 減ってくるかもしれないなといいととうころですね。ちょっとそれは寂しい気もしますけれども、エアフォースワンというスニーカーがですね、えー、ちょっとまあ高級なスニーカーとしてですね、少し高いスニーカーとしてのですね、認識をこれから持たれるということが出てくるのかもしれないですね。 はい、ということでいかがだったでしょうかえ。今日はちょっとね、難しいようなお話だったんですけれども、まあまあ、その僕もね、経済評論家とかね、政治評論家っていうわけではないんで、まあ分かってる範囲でね、いろいろ調べた情報でお話をさせていただきました。で、今回ね、このトランプ再選によってっていう風な話だったんですけども、トランプさん自身もですね、スニーカーヘッズの方ね、スニーカー好きの方だったらご存知かと思いますが、スニーカーコンっていうね、お店がたくさん集結してイベントをやるみたいなえ、そういった会合があるんですけども、このスニーカーコンにですね、出たことがあって、そこでトランプシューズをね、販売して、 発売したんですよめちゃくちゃ悪趣味なこのゴールドに正常期っていうねほんで T って書いてあるやつなんですけどこれ発売したんですよねそれがプレネついたっていう風うなことをね前に動画でお話したことあったんですけれどもこのトランプさんのねスニーカーって実はノベルティ屋さんで作ってもらえるやつらしいんですよねだからトランプさんの独自のねオリジナルデザインっていうわけじゃなくてこういうのを作ってくれるお店があるみたいでそこにね T のワッペンで注文したらこういうのがね作れるらしいんですよだからこれオリジナル製品ではなくノベルティ作りますよっていう というふうなところでで作っってもらったやつだそうですまあ、確かにねこれ見た感じめっちゃベーシックなスニーカーですよね独自性があるかと言われるとよくある形っていうねはい感じがしますまあエアジョーダン1から撮ってるんでしょうねこんな形はこれ以外にも他のデザインもあるんですけどもそれらも、えー、オリジナルのねスニーカー作りますよみたいなお店に頼んで作ってもらったやつらしいですねまあいい商売しますよね多分かなり儲かったんと思いますけどねこれでそしてトランプさん関連のネタで言うとね2020年に1回カニウエストがですね大統領選に出馬してたの皆さん ご存知ですかねこの時期のカニエっていうのが2016年と2018年にトランプさんとね会ってそれでなんかトランプさんの影響をむちゃくちゃ受けたらしいんですよそれでおそらく出馬したんじゃないかなってことなんですがこの時のカニエの得票アメリカ全体の投票の数っていうのは1億何千万っていう票の数だったんですけれどもその中のですね6万票が入ったらしいですねこれは他候補者と比べるとかなり下の数だそうですでも6万票カニエに入れてる人がいるっていうのがちょっと面白いですよね今兵庫県知事選挙はね僕は大阪ですけども隣のね 県でやってますんですごく盛り上がってる感じですけどねその中に当選を目的としてない方もね出てますけれども投票しないでくださいって言ってチラシに書いてみてるんですけどもしかしたら前回の大統領選に出たカニエも別の目的があって出馬したのかもしれないですねまあそんな感じでですね今回はトランプさんが再選することによってですねエアフォースワンの価格が上がる可能性があるというふうなことをお話しさせていただきましたまあいろんな考えがあるかと思いますので皆さんのねお考えも聞かせていただければと思うのでコメント欄に参加していただければと思いますということで本日もご視聴